時間のかかる専門資料の作成はお任せください。おしろくん、ちょっといいかな。会議のメモがあるんだけど、まとめてくれないかな。メモをまとめる、できればまとめるだけっていうか、事業計画書的な感じにしてくれると嬉しいんだけどね。あー、お断りします。え、いや、ちょっと頼むよ。いや、やりません。手を出したらなんかとんでもないことに巻き込まれそうなので。そんなことないよ。ちょっとまとめてくれるだけでいいからさ。簡単簡単。簡単ならご自分でやればいいじゃないですか。いや、パソコン苦手なのよ僕。打つの遅いしさ、君しかいないんで頼むよ。じゃあ辞表を出します。そんなに嫌なの？もしもし、 A じゃないかですか。誰か代わりにまとめてくれる人いませんか。ここからは今話題のチャット GPT を使った役所や自治体向けのシステムをご紹介します。公的機関が必要なものを発注する入札を行う際、専門的でより詳細な内容と必須条件などが書かれた書類を作成しなければいけないわけです。なるほどね。そんな重要な文書を作る場合、このシステムを使えばこんなことを実現させたいというメモ書きを AI に伝えるだけで、自動的に必要な書類を作成してくれます。AI が専門書類を自動作成してくれるサービス、プロキュアテック、こちらを詳しくお伝えしてまいります。川口博之合同会社、川口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。入札というのはですね、公的機関が民間業者に向けて業務を発注するための手続きのことです。財源が税金なので、より良いもので安いものを入札で調達する必要があります。そのため入札の際は調達仕様書や提案依頼書という書類を必ず作るんですけれども、これがなかなか大変な作業です。で、一つの案件で必要とされる書類は多い場合には100ページを超えることもあります。プロキュアテックというのはですね、チャット GPT と連携した文書自動作成機能というのがあります。うちの地域ではこんな課題を抱えていて、税金を使ってそれを解決したいと入力するだけで、必要な条件や情報などを揃えて仕様書や提案依頼書の形にしてくれるんです。プロケアテックでは、自治体の職員の頭の中にあるモヤモヤとしたものをメモ書きにしたものからでもその意図を汲み取って、書類を作成することができます。時間はどれくらいかかるんですか。およそ、10分から15分程度です。人が同じ作業を行うとですね、あれこれ悩んで、そうですね、1週間ぐらいかかることもあります。自治体の職員というのはですね、いろいろな仕事を抱えていますので、このような作業をする時間が取れません、そんな職員の負担を減らすことができます、調達仕様書の作成というのはですね、公的機関の職員にとっては日常の作業ではなくて1年に1回あるかないかぐらいという特殊な作業です。で、一方入札というのは公正な手続きなので、重要な項目など記載漏れがあってはいけない部分もあり、そのチェックも大変です、そういったこともプロケアテックでは自動的に記載することができます、プロケアテックはですね、 Excel のワークシートにメモ書きしたものをドラッグ&ドロップすると、10分ぐらいでおおよそ50ページぐらいの文章を自動生成します。今回は、自治体でやっていた市民向けのサービスが、国のガイドラインが変更になったことで見直ししなければならないという、自治体で、ありがちな事例というのをご用意しました。まず一つ目がですね、今まではこんな市民向けサービスをやっていましたと、でも、それを見直さないといけなくなりました、という、事情というのを、だらだらと書いています。二つ目はですね、その市民向けサービスでは、自治体の職員はこんな作業をやっています、という、現在の状況を説明しています。三番目はですね、見直しするのであれば今までよりもこれだけサービスを良くしたいという目標を書いています。この3つだけですか。はい、そうなんです。ということなんですが、柴田部長、ドラッグ&ドロップはできますか。もちろんできますよ。あ、よかった、ちょっとやってみていただいてよろしいでしょうか。わかりました、いいですか。早い。やってたでしょ。やってたよこれ。部長ね。これは。なんで戻ったの。時間ないんで。これをこっちに。なるほど。ここに入れればいいだけ。はい。これで何？50ページになってくるの、あれが。はい。
嘘。出口のところを見てみましょう、はい、そうするとファイルが出てきます、はい、まずダラダラと書いていたこれまでの事情というのはですね、事業の背景、事業の目的、事業に対する課題という見出しで整理してくっきりと書き直されています、はい、メモ書きの内容から具体的な手順を推測して新たに書き加えられています。はい、確かに、はい、でこの内容はですね、メモ書きには書いてなかったことが AI が想像して書いている部分もあります。僕はただ書き直しているだけではなくてですね、うん、何がどのような状態になったら目標を達成していると言えるのかというその判断基準が新たに書き加えられています。お、はい、でこのように AI からのアイデアを参考にしてさらに職員たちがですね、うん、使用書を修正することで抜け漏れのない調達手続きができるようになります。素晴らしい、すごい、素晴らしい。この使用書を自動作成するだけではなくて、うん、事業者からの提案書の自動審査までできるそうなんですが、民間事業者はですね、調達使用書や提案依頼書を見てですね、自分たちがこの仕事を取りたいと提案書を自治体に提出します、うんうん、でこの提案書をですね、プロケアテックが自動的に審査するんです。誰かが作った文章をですね、隅々まで AI が読んで、うん、で使用書通りの内容なのかで点数をつけるなら何点ぐらいなのかというのもチェックします。プロケアテックの機能導入についてのご相談などはプロケアテックのウェブサイトでチェックしてください。使用書自動作成サービスプロケアテック以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、プロキュアテック承認です。承認いただきます。